それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回ですけれども、このような話をしました。で、前回からユークリッド5助法の話に入ったわけですけれども、前回はまず可換換の基本的な定義を復習しまして、それからユークリッドの5助法と、あと拡張ユークリッドの5助法について説明をしました。で、今回は、前回の話からの続きになりますけれども、拡張ユークリッド5助法の性質について、ある性質を述べました後で、これから何回かかけて拡張ユークリッド5助法の応用に関して紹介していきますけれども、今日は方逆元の計算というのを紹介したいと思います。で、拡張ユークリッドの5助法についてはテキストですとセクション 4.3 の53ページから始まっておりますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、今日は特にそのテキストですと54ページの定理 4.25 の内容を紹介したいと思います。ので、テキストを持っている人は開いてください。そこで、定理 4.25 では次のような問題設定がされております。F と G を間 R の元として、で、ここでは乗与付きの序断で、ラムダに対して、R ラムダですね、R1 から R ラムダ1と、それから Q1 から Q ラムダ、これ小の方ですね、R1 から R ラムダプラス1は乗与で、Q1 から Q ラムダは小ですけれども、これを前回やりましたユークリッド5助法ですとか拡張ユークリッド5助法のように定義しておきます。で、それからあと S0 から S ラムダと、あと S ラムダプラス1ですね、それから T0 から T ラムダプラス1というのを拡張ユークリッド5助法に従って定義しておきます。で、そうしますと、一応 RI と QI に関しては以前の前回の授業でも出しましたけれども、もう一回スライドで出しますと、こういう形でその序断を行って定義するということにします。で、それからあと SI、TI についても、これも前回の授業で定義しましたけれども、こういう形で定義しておくことにします。で、あとはアルゴリズムの、EEA ですね、EEA の出力としては、D と S と T という値を出すんですけれども、これはそれぞれ、こちらの、RST の値で定義しておきます。で、さらにこの定理では行列 ti と qi というのを i の値に対して、この上のスライドの上にありますように定義しておくのですが、この時、次が成り立つというのはこの定理の主張です。まず最初に、これはちょっと見づらいですけれども、fg と siti をこうベクトルのような形にして並べたものと思ってください。fg と siti の積だから F×SI と G×TI ですね、の和が RI になるということと、それからあと、この F と G を行に並べて、それに右側から行列 TI をかけたものが、RI と RI プラス1を並べたようなものに要素に等しくなるということがまず1番目ですね。それから2番目は、この行列 TI というのは、行列 T0 に Q1 から QI をかけた積で表されます。で、それはさらに Q1 から QI の積にも等しいということですね。で、3番目 C は、任意の i に対して、この D というのは、実は、F と G の GCD なんですけれども、これは実は RI と RI プラス1の GCD でもあるという性質があります。それから4番目の性質 D は、TI、上で定義した行列 TI の行列式は常にマイナス1の i 乗で、したがって SI と TI は互いに素ということが言えます。で、5番目は、これは F と G をですね、それぞれ RI と TI を使って表すことができて、で、それぞれこちらの式にあるような形で表されるというのが5番目の性質です。で、以後、一応今日の授業ではこの性質に絞ってその証明を見ていきます。
まず最初にその A の性質なんですけれども、これはと、まあ、SIF プラス TIG イコール RI というあの等式でしたので、これは基本的にはあの前回のその拡張ユークリッドの誤助法の定理の通りで証明できます。で、もう一つの式ですね。こちらもあの同様に証明できます。一応このここではその行列 TI になってますけれども、この TI は第1列はこのこちらの性質と同じで、この第2列の方はあのこのこれ第1列のインデックスをそれぞれ1ずつ進めたものですので、そうすると。まあ、この FG にかけるものがですね、こうインデックスが1ずつ進めば、こちらの乗与の方も RI プラス1になるということで、まあ、基本的にやっていることは、1列目と同じということです。ということで一応あの性質の A はあの前回の話に帰着されます。で次に性質の B ですね。性質の B はこの TI と QI という行列の積に関する性質なんですが、まず TI が T0 かける Q1、Q2、QI までの積に等しくなることなんですが、これは機能法で示すことができます。まず i イコール0のときは、これは SITI の定義から明らかです。それからあと、0から i まで成り立つと仮定するわけですね。そうしますと、この下にありますように TI が QI から Q1 から QI の積で表されることになります。でこの時その TI に QI プラス1をかけてみます。でそうしますと仮定から TI はここですね、こうですね。でこれに QI をかけると。でそうすると今度はそのこの1列目がちょうどこの TI の2列目が来て、ここが SII プラス1、TI プラス1になります。で一方で、2列目はどうなるかっていうと、こういう形の序算が行われます。これは上の定義式から直ちに分かるんですけれども、上の定義式を計算すると、まあ、こういう序算が行われて、でこの序算の結果というのは実は、SI プラス2と TI プラス2を導く定義式だったわけですね。ということで、ちょうどこれっていうのは t の i プラス1に等しくなるということで、まあ、機能法のその i プラス1のステップが示されたということになります。で、性質の c なんですけれども、この性質は前回のそのユークリッドの誤助法の定理ですね、一番基本的な定理の主張と全く同じですので、まあ、これは前回の定理に帰着されます。で、次にその性質 D なんですけれども、まず、そうですね、まず最初にその T の0の行列式は考えますけど、T の0っていうのは、S0 が1で、S0 が1で T の1が1っていうことで単位行列ですので、まあ、T0 行列 T0 の、行列式はまあ1になります。でそれからあと、QI の行列式ですね。QI の行列式っていうのはこの形見ればすぐに分かると思いますけど、これ行列式はマイナス、常にマイナス1です。ですのでさらにその先ほどの B の性質から、行列 TI というのは Q1×QI の積ですということですが、行列式に関する性質を思い出すと、この場合の TI の行列式っていうのは、この TI がその Q1 から QI の積であるときに、その行列式はこれら その行列式の積だったわけですね。ですので、TI の行列式というのはその QI の行列式の積ですのでマイナス1の i 乗ということになります。で最後に E の性質なんですけれども、この F が
F と G ですね、最初に与えられる F と G が、まあ、こういう形で求まるということについては、これは実は性質の A からですね、この F と G にそれぞれ Ti っていう行列をかけると、まあ、Ri プラス1というふうに成り立つということが分かっていますので、でこれをその F と G に関する連立一次方程式と見て、でクラメルの公式などを使ってこれ F と G について解くと、まあ、こういう式が得られるはずですので、まあ関心のある人は各自で計算してみてください。ということで大体、今日まず説明する拡張ユークリッドのご情報に関する性質は以上ですけれども、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、じゃあ次に進みましょう。